んでも、よっぽどのことがない限り食べられないパンってなんだ？よっぽどのことがない限り？うん、よっぽどのことがない限り。よっぽどのことがない限り？こんな簡単な謎々わかんないの？よっぽどのことがない限りってことは、頑張ったら食べれるってこと？こんなの小学生でもわかるよ。フライパン？フライパンはよっぽどのことがあっても食べられませんやん。そうだよね。あんた、よっぽどのことがあったらフライパン食べんのかいな。まずよっぽどのことって何？よっぽどのこと。具体的に教えて。よっぽどのことはよっぽどのこと。ごめん、ゲシュタルト崩壊したわ。よっぽどのことがない限りって何？改めて。何が？もともとようわからんのに余計わからなかった。おはよう、答え教えて。答えは今のしゅんくんだよ。え？ほら、やっぱり。そんなことやろう思ったわ。どうして水泳をやめたの？関係ないだろ。やり返してくんね。関係あるよ。幼なじみだもん。水泳をやめたしゅんくんは、なんだか苦しそうだよ。そんなことないよ。そんなこと。泳がなくなったしゅんくんは、苦しそう。きっとしゅんくんは、しゅんくんは。水の中でしか、ああ、間違えた。このままじゃ、溺れてしまう。水の中でしか、息ができないから。あれどういう意味やったんやろ。パンはパンでも、よっぽどのことがない限り食べられないパンって言ってたな。よっぽどのことがない限り？よっぽどのことって何？よっぽどのことを言わないとダメじゃない？本当に答えあんのあれ。気になるわ。明日聞いてみよう。あれどういう意味だったんだろ。よっぽどのことがない限り食べられないって言っちゃった。どういう意味だったんだ。よっぽどのことって何？よっぽどのこと？よっぽどのことってことは、頑張ったら食べれるってことだよね。頑張ったら食べれるけど、食べられないパンって何？ちょっとよくわかんなくなっちゃってた。どうしたらいいんだろう。こういう時どうしたらいいんだろう。そうだ、悩んだ時は高速見直しとこう。高速見直してまた落ち着こう。その胸の中までのチャンネル登録せぬようにライアウェイ。はち切れるのさ、チャンネルのランク一つだけでロマン飛行へインザスカイ。飛び回れこのチャンネル。